してるね。ちょっと慣れないカメラですいません。キータです。さて、早速、昨日じゃないか一昨日か、アップルの、新しい iPhone 発表ありました。まあ、何を買おうかなと思ってこうまだ、実言うと検討中です。それで言うと今日、iPhone、XS の、先行予約が始まったんで、どうしていこうかなっていうのをちょっとまあ、選びながらあと、僕の見解を入れながら、ちょっと話していきたいなと思います。まあ、実際ね今私が使っているのは、ケース外したいか。まずあのサムソンギャラクシー S9 プラスね、ギャラクシーいいですよね。結構、これはこれで気に入ってます。そんなに、悪くないモデルだと思います。ただ、かなり薄いしね、大きいし、ね、なかなかいいです。でカメラがやっぱりねあのすごくいいと思います。夜撮影するときも非常に便利だなと思ってます。ただまあ海外版なんで、日本でスイカを使ったりとかできないんですけど、まあ、これちょっと気に入ってる。あと iPhone X、iPhone X ですね。 iPhone X もまあすごく気に入ってます。正直言うと、つい、まあ、iPhone X がメインiPhone、この Galaxy S9 Plus が、カメラ兼、まあ、なんで Vlog とかはほとんど僕はこれで撮ってるんですけど今日ちょっと動画に映したかったんで別のカメラで撮影してます。で、やってってます。で、ねえ、どれ買おうっていうか何買おう。3モデル出たじゃないですか。ちょっと画面ちょっとパソコンの画面に切り替えますね。さあ、録画できてるかな。で、これが、今回の3モデルですね。XS、XS Max、XR。これ赤が好きだから赤にしよう。で、まあ今この3つを比較しているところですが、まず、大きな違い。この3モデルの大きな違いは、まあ、画面の大きさが違う。で、こっちは、旧、あれですね。昔の、液晶ってやつですね。こっちは有機 L、有機 EL か。使ってるんで、まあ、画素数が高かったり、美しかったり、省電力だったりっていうのをしますね。あと、大きな違いとしては、ここだな。1メートル。で、ずーっと見ていくと、最大256、51251、容量が大きくなってきて、一番大きなあれですね。あとは、まあ、ほとんどこれね、実言うと XS と XS Max って差がないんですよ。なんで、今僕が使ってる X と交換するならっていうので、比較対象を XS を外して X にしました。で、XR 赤にしてみます。で、今現在使ってるのが 5.81。XR の 6.1 でもいいかなと思うんですよね。あと、まあ、カメラですよね。これカメラ、広角と望遠。この望遠って僕ずっと iPhone X 使ってるんですけど、あんまり望遠って使わないんですよね。望遠なくてもいいのかなって思う。一般ユーザーには望遠必要ないような気がします。で、まあ、ただ、CPU が A12? 今使っても A11 なんで、まあその A12 には興味がある。ですよね。推進。結構ね、XR と今の X との差ってあんまりないと思うんですよね。で、容量も、256。やっぱ512になったっていうのはすごく大きな違いですかね。で、何が違う？そう、コントラスト比。このコントラスト比についてちょっと話したかったんですけど、コントラスト比、じゃあこれ出てても何が違うのって、わからないといけないんで、一つ面白そうな。これ人のサイトなんであれなんですけど、コントラスト比の違い、ね。
コントラスト比、左、見て、左側が、コントラストが高くて、右側がコントラスト比低い。まあ、画面がだから、これぐらいのクオリティの差があるよっていうイメージです。まあ、でも、うん、そうね。やっぱ綺麗なのが綺麗だよね。あとは、なんで、HDR ディスプレイではないと。であと、3D タッチに対応してない。まあ、これ、ギュッと押し込んで、あれですね。メニューが出てくるやつですね。あとは、推進。絞り 1.8 あるんですよね。で僕結構さっきも説明した通り、サムソンの S9 プラスを使って撮影することが多いんですけど、この絞りが、まあ、1.8 と 2.4 ってあるじゃないですか。サムソンの S9 プラスは、絞り最低 1.5 なんですよね。で、どれぐらいの差があるか、絞りって何のあれなんですね。まあ、一眼レフの。絞りで 1.5 がちょっとサンプルにないのが非常に残念だったんですけど、探したらこれしか出てこなかったんで、あれなんですけど、要は、この F 値が低ければ低いほど、まあ、美しくボケる。F 値が高ければ高いほど、まあ、後ろも背景もはっきり見えると。まあ、こんな感じですね。F 値の低さっていうのは結構、だから写真撮るときに、なんていうのかな、もう、深みのある、その立体感のある写真が撮れるんで、まあ、その違いですね。F 値。あとは、ポートレートモードですね。これも F 値。F 値の他に、iPhone では多分、今ですね、いろいろとこう、機能を使って、いろいろなソフトのこの分析で、もう少し綺麗なぼかしをしたりとか、ぼかした後に、後から、もっとぼかしたかったとか、ちょっとぼかしすぎたとか、そういうコントロールができるっていうのが、この、進化したボケ効果とかですね。あと HDR。HDR、スマートなのか自動なのかっていうので、ちょっと何が違うのかよくわからないけど、まあ、スマートの HDR。あと、やっぱ一番大きいのは、これですね。ダイナミックレンジ。ダイナミックレンジ。じゃあ、このダイナミックレンジってなんだっていうとですね、このダイナミックレンジはですね、これが、まあ、ダイナミックレンジのいいサンプルですね。例えば、まあ、どうだろう。ここ辺ちょっと、左側がダイナミックレンジなしですね。左側が綺麗なダイナミックレンジ、ダイナミックレンジというか、しっかりとできてる部分ですね。何が違うかというと、まあ、写真見てもらえばわかると思うんですけど、明るすぎるところと暗すぎるところっていうのを、こう、うまく調整して、何枚も写真撮って、いろんな絞り、いろんな、こう、光の、という感じで、まあ、そこが、まあ、今回の iPhone で一番、やっぱ大きい変化かなって僕は思います。あとね、フロントカメラ。フロントカメラの、自撮りモードですね。これも本当ね、今回の iPhone ってね、自撮りがメインなんじゃないかっていうぐらい、まず自撮りのダイナミックレンジね、さっきの綺麗に、暗いところと明るいところとこう、識別できる。あと映画で、これ撮れてるんだよな。大丈夫だろう。手ブレ補正。この前の iPhone X は手ブレ補正なかったんで、ちょっと歩くとやっぱガタ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 になったんで、まあこれができるってのはすごくこう、非常にありがたいです。で、なおかつ、60フレームで撮影できるっていうので、まあ今までだとちょっとカクカクした、こうなんていうの、紙芝居みたいな状態だったのが、もうちょっとこう、スムーズな動画が撮れるように。この FPS はこうどんどん高ければ高いほど、なんていうのかな、なんか画面が滑らかに動くんで、これはもうどんどん高ければ高いほどいいです。120の、これがでも高くなれば高くなるほど、データ量も大きくなっていくので、撮影できる量っていうのはどんどん減っていきますね。あとは、まあ大きく違うっていうのは、このギガビット級 LTE。ギガビット級 LTE っていうのは、まあこのインターネット回線ですね。LTE、4G、LTE の回線で、今1ギガ以上、1.2 ギガだっけな、出る、インターネット回線の契約があるんですけど、まあ、このギガビット LTE に対応していれば、もっと早く、早い回線、20、
1.2 ギガだったかな、出せると。で、ないものに関しては、確か800メガだったか700メガだったかな、もうちょっと下だったかな、ちょっとすいません、ちゃんと確認したのがここに出てると思うんですけど、ですね、そんな感じかな。さあ、そうか、電池だ。XR がね、なんかね、すごくここだけ魅力的なんですよね。例えば、通話時間、XS と XR 同じです。XS Max と XS の間にもそれほどの差はなかったような気がしますけど、まあ、1時間ぐらい差があったのかな。まあ、どっちにしろ XS よりも劣ってます。XS Max は、XS よりも、電池の持ちはいいですね。なんで、こっちの方が、電池の持ちのいいのと比較しても、XR がなんかこう、インターネット利用は、2時間多いし、ビデオ再生1時間多いし、なんか電池の持ちがなんかこの XR の方がいいんじゃないかな、思っちゃう感じですね。うん、思っちゃう感じです。で、あと、まあ、この SIM カード、SIM カードネタは、私、これ今日本のサイト出してるんであれなんですけど、デュアル SIM ナノと eSIM ですね。これ、香港版は、実言うと eSIM ではなくて、ナノ SIM、ナノ SIM の、あ、ダブルナノ SIM で、まあ、SIM カードが挿せる。eSIM ってこれ結構いい面と悪い面とあって、いい面は、まあ、もちろんその、契約すれば、この、物理的なカードがないんで、すごくこう、契約後の設定とかがしやすい。しやすいのかな?しにくいのかな?ちょっとすごくわかりにくいんですけど、eSIM は eSIM でちょっと皆さん検索してみてください。ただ私は、ナノ SIM 2枚の方がまあ便利だなと思ってるんですが、残念ながら香港の iPhone には、技的マークはないだろうと。したがって日本で使うのは違法です。で、さっき、技的マークについてもいろいろとちょっと検索してたんですけど、技的マーク自体は、まあ、ね、あるかないかの確認なんてしてないみたいなので。ということで、僕の中で今一番すごい悩んでるのは、XR を買うか、XS Max を買うかですごい悩んでます。まず、この値段差ですよね。半端ないですよね。いやー、これ本当に悩みどころ。すごく悩んでます。ちょっと、まあ、画面に戻ろうかな。さあ、ということで、まあ、もう一つは、このケース。これね、後で概要欄のところにも貼っとくんですけど、パルモっていうところが出してる、パルモっていうケースなんですけど、これ、イタリア製の革製のケースなんですね。実はこれ、僕と妻で2人で使ってるんですけど、これ、は、茶色。で、もう一つ赤いケース。これぐらい赤いのかな?これぐらい赤いケースと、あと真っ黒なケースと、こう3つあるんですけど、実は言うと私たち、こう3つとも全部買い揃えてて。なんで、XS を使えばこのケースがまだ使える。っていうので、XS もちょっと検討の中に。XS Max はもうないなと思ってるんですね。で、僕の中では XS か XR か XR とこいつの2台持ちか、あ、どっちにしても先行予約今日始まったんですけど、香港、まあ前私 iPhone この10買った時に先行予約したんですけど、結局、先行予約した私よりも、お店で手に入れた人の方が早く使えてたんで、今回はお店に行って買おうと思います。ということで、iPhone 何を買うのかちょっとまだ決めてませんが、皆さんが iPhone を買う時の参考になればいいなと思いました。ぜひね、自撮りするなら、これは結構いいんじゃないかなと思います。で、比較的安い XR を使うっていうのは、まあ僕的にはありではないかなって思ってるんですけど、まあ皆さん、もしよろしければコメントで自分はこれを買おうと思いますっていうのを教えてくれると嬉しいです。これからもこういった動画をどんどん上げていくので、もしよろしければ、チャンネル登録といいね評価をいただけると非常に嬉しいです。あと、もしよろしければ鈴マークを押してもらって、そうするとまあなんか動画が上がった時に通知が上がるんで、これからも徐々にまあなんかいろんなね変わったガジェットとかも紹介していきたいと思います。
ております。では本日はこれで終わりたいと思います。では。